弁護に導いてくれて。その頃まだ名前もなかった私たちが初めて悟空という名前を名乗ってこうして太鼓を打たせていただいたのが1997年のレインボー2戦でした。あれから15年、あの時のメンバーとこうしてここに帰ってきて、レインボーに帰ってきて、こんなに美しい朝をみんなと一緒に迎えられること、本当に心から感謝します。今思えば1997年は大きな大きな時代の流れが始まる時でした。その大きな波が今振り返れば2011年3月11日、この世界が新しい扉を開けて次の時代へ入っていく、そこへ向かって起きていく大きな流れだったんだっていうのが今は分かります。いろんなことにきっと私たちには想像もつかない大切な大きな意味があって、でも私たちは必ずここでそのための大事な役割を担って、一人一人が今ここにいることが大切で意味があってここに生かされてる。今この瞬間もきっとそう。あの出会いが生んでくれた一つの曲があります。レインボーウォリアーズ、ずっと打ち続けてきた曲です。私たちに岡野さんが一つの歌を与えてくれました。そしてそのレインボーウォリアーズは2011年の3月11日を境に一つの新しい曲を生み出しました。今日はその2曲ここで演奏したいと思います。イレブンという曲です。レインボーウォリアーズ、そしてイレブン、2曲聴いてください。
We are